はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、待ちに待った。ね。ジョニーウォーカーのホワイトウォーカー。ちょっと遅くなりましたね。購入したのが確か4月、24日。うん。で、僕はこのね、ジョニーウォーカーのホワイトウォーカーがアマゾンで予約しようとしたら、プレミア価格になってたんで、仕方なく抱き合わせの商法の、ジョニーウォーカーのダブルブラックと、違う、ブラックラベルか。12年と抱き合わせで仕方なく購入しました。これが、2本で、6000円。まあ、こっちが大体4000円で、こっち2000円なんで、まあ、ほぼほぼどっちもが低価っすね、うん。ということで。じゃじゃじゃーん。かっこいい。もうね、手触りがね、すごい。うん。原産国がスコットランドで、アルコール度数が 41% 以上、42% 未満。内容量が 700ml で、原材料がモルトとグレーン。輸入者及び取引先がキリン麦酒株式会社となっております。まあ、ブレンデッドウイスキーですね。うん。それでは、それでは。どんな味がするかなぁ。よいしょ。どんな味がするかなぁ。あ、そう、これ。アマゾンで、1000円ぐらいで売られてる、テイスティンググラス、買いました。こういったやつね。まあ、気に食わない点は1個、ここにあるの、バリが、線がビャッビャってバリがあるんですよ。2本。まあ、それ以外は特に、まあ、気にはいってますね。大丈夫です。1000円で、まあ、これだったら、まあ、買いでしょ。で、あと、俺が、望むのが、30cc の線と、60cc の線があった、あるやつが欲しいんですけど、山崎のテイスティンググラスで、30と60の線入ってるやつあるんですけど、Amazon で。で、まあ、それは割と安い。まあ、1000円か2000円くらいでしょ。だけど山崎のロゴは入ってるんで嫌いなんで買いません。僕は買いません。で、ここはやっぱりしっかり自分の芯を貫き通さないと。これなんだっけ？水ね。水。氷水。あら！お！お！薄い！色薄い！めっちゃ色薄い！え？これ熟成何年熟成されたやつだ、これ。すっげえ色薄いぞ、これ。薄いなぁ。ほえー。普通のジョニーウォーカーの、まあ、ブラックラベルに比べると2分の1ぐらい、2倍ぐらい薄いっすね。いただきまーす。あ、これあれだ、セメダ飲酒がするね。セメダ飲酒が。バーボンみたいな。あ、これバーボンだ！これバーボンじゃん！思いっきしバーボンじゃん、これ。嘘！
ホワイトウォーカーバイブジョニーウォーカー、HBO のテレビドラマシリーズゲームオブスローンズにインスピレーションを得て誕生したホワイトウォーカー。日本国内の Amazon 限定販売、2019年の4月の24日発売。ゲームオブスローンズ、ウイスキー、どちらのファンにも見逃せない限定品って書いてある。ゲームオブスローンズが何なのかわかんない。聞いたこともない。何これ、映画、あー、テレビ番組、ドラマらしいです。聞いたこともない。これバーボンだ、これ。これバーボン、あのね、バーボン。にしか思えない。あ、ボトルを冷やすと、ウィンターイズヒアーの文字が浮かび上がる。あ、ここに、ここのところに、あの、冷やすと、ウィンターイズヒアーの文字が浮かび上がるらしい。これ基本常温だから。冷凍庫には入れないけど。味わいがスコットランドでも最北端に位置する蒸留所の一つである、クライヌリッシュ、カーディッシュ、カーデュなどのシングルモルトをブレンド。キャラメルやバニラ、新鮮なレッドベリー系の果実を彷彿とさせる。はぁ？キャラメルやバニラ、新鮮なレッドベリー系。どれも味しないんだけど、これただバーボンです、これ。これバーボンだ、これ。あのね、あの、1000円ぐらいの、あの、バーボン。ジムビームっぽいバーボン。うん。ジムビームみたいな、すげえあの、攻め大演習が半端なくするような、あの、俺が大嫌いな、バーボンの中でも一番大嫌いな、あの、バーボン。あ、冷やして、ストレートでお飲みくださいって書いてある。バーボンの中でも相当、薄い、コクがない。うん、ない。バーボン。薄い、バーボン。うん。アマゾンのカスタマーのレビューだと、ジョニーウォーカーは黒しか飲んだことなかったが、限定品に惹かれて購入。説明の通り、冷凍庫で冷やしてから飲むと美味しく飲めた。冷やすとラベルにメッセージが出てくるのは面白い仕組みだった。ワテ飲むよりストレートで飲むのが適している。3605円ほどで購入したが、すでに8000円程度で、転売されている。これは、ダメだ。でも逆に薄い。多分ね、ジムビームより薄いんじゃねえかな。コクがまるでない香りしかない感じ。うん。これダメですね、これ。まずい。まあ次、あの、まあ冷やしてちょっと飲んでみますけれども、冷凍庫に入れて飲むとうんたらかんたらって書いてあるんで、まあ多分大して変わらないと思うけど、まあこれはジョニーウォーカーの好きな、ひいきしてる俺にとっては、これはもう、ダサ作ですね。なんでこんな値段するのかよくわかんない。4000円でしょ？頭おかしくなったんかな？頭おかしくなったんかな？この会社の人は。この蒸留所の、あの、あれ、マスターブレンダーちょっと頭おかしくなっちゃうか。
もうね、完全にね、この香るともうウイスキーのね、香りじゃなくて、もうセメダインの香りしかしないんですよ。で、口に入れてもうセメダイン臭。ブワジムビームだったら1000円ぐらいで買えるから、まあ許せますよ。これはでも4000円ですよ。ジムビームの4倍、値段かかって、この薄さと、この味と、バーボンの香りと、セメダインの香り。アホだ、こいつ。くたばれ、マジで。くたばれ、これ作ったやつ。コクまるでなし。甘み、甘みはまあ、まあまあまあぐらい。香りはまあ強いは強い。うん。買う価値なしですね、これね。うん。1ミリも擁護できない。うん。これジョニー・ウォーカーシリーズの最もダサ作の、黒歴史と名を付けよう。ホワイト・ウォーカーなのに、黒歴史。ね。1341です。ご視聴ありがとうございました。